ネクストチャレンジャー松井ジュリナ。SKE から初参戦の松井はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。今回松井が選んだのは泣く子も黙るレディースのコスプレです。凛とした特攻服と白いチューブトップは軟弱な男を寄せつけません。冷たい目の奥に時々見せる乙女のか弱さ。今夜も萌え街道をひた走ります。萌えタイムスタート。お前ついに引退したんだってな。バイクバカのお前が引退してどうすんだ。え、僕と落としましたね。東京のバイク工場に就職。じゃあ名古屋から離れるってことか。離れ離れになるんですね。バカ、あたいが悲しむわけないだろ。最後に一発ビンダさせてくれ。強がってますよ。ほらあたい、あんたが大好きだよ。ち、あたいとしたことが暴走しちまったよ。3人早かったね、ヤンキーは。これはどうなん、清人のお父さんはこれ、うん、なんで何で燃えるわけですか。叩かれてみたいな。叩かれて何言ってるんだお前は。今日 SKE も来てくれたよね、松井と。あ、同じ松井なんや。はい、松井です。松井、何、レナです。レナ、はい、と八神。はい、どうですか。小学生に何させてるんですかっていうの。真面目か、あのさ、これ言ったらお前どうするこれ。さあ、ということで、はいはい、クリアならず、男心を勉強してもらいます。はい、どうも。ありがとうございます。さんじゃないですか。わー、かわいい。え、いくつなの。10歳です。10歳、素敵。え、好きな食べ物って何。好きな食べ物はお母さんが作ったミートスパゲッティです。うん、私も好き。得意な楽器は何。ここでやってるのはリコーダーなので。リコーダーです。素敵。偶然リコーダー発見。リコーダー。じゃあちょっと吹いてみてくれる。松井吹いてみて。吹いてみて。当てるわ私。はい、間違えました。超イントロクイズみたいね。もう一回、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 スタジオいじり、スタジオいじり、ジブリよ、ジブリね。11歳ですよ。いや、でもまさかそんなね。あれ、まさか彼らさんがベロね、今吹いた縦笛の先っぽをできるかって。